十一月二十四日木曜日、時刻は午後三時半を回りました。fm エム九十三エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さんそして、ポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。そして、木曜日は。こんにちは、日本放送の飯田浩二です。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さんは大阪からです。辛ん。辛坊さん。はいどうも大阪です。えっといい天気ですね。今の気温が二十四度もないわ。二十四度は室温だわ。ごめんなさい。<laughs> 外の気温が十七度ですね。湿度四十六パーセント。 まあ非常にき過ごしやすい気候というかね。ねちょっとちょっと涼しい寒いかなって感じですけど、<ょ>まあ、まあ、まあまあまあいい天気ですね。東京も割とね、うん、気温度ね同じような感じ。そうですね、大体同じぐらいですね。うそうですか。うん、はい。よかったよかった。ったったいや飯田君。はい。どうしました。えー、元気。 何とかやっておりますよもうそうそですか、えー、素晴らしい、うん本当に。<laughs> なんか今日はなんか表面をこう恐る恐る撫でるようなトークが続いてますけどここまで1分半ぐらい。とい,ね、というのがですね、私、今朝からちょっとめまいがひどくてですね、めまいがひどい理由はよくわからないんですけど昨日はよく寝たはずなんですよ、比較的。うんあの昨日ですね、どうやら,どうやら私が聞くところによると。はい なんだか大きなサッカーの試合があったらしくて。 そうですよらしいです世の中大変なことになってるという噂が大変なことになってますねありよりはべり今そがり懐かしいですねお二人はみ見たんですか見ましたよ見ましたよもう私なんか翌日朝ね三時台で起きなきゃならないんでこれは前半だけでなんとか寝るかなんて言って後半の頭だけちょっと見て様子見たらですねいやいやいやちょっと大丈夫これ途中で眠れないでしょう。やい、えーえー 本当感じ悪いわ本当に感じ悪いわ全く感じ悪いわ。仲間外れですね。私なんかねあのねあの夜の十時ぐらいからだったですよね昨日ね,うね、はい、夜の十時ぐらいお家のテレビの前に。 腰を下ろしてですね、はい、テレビをパッチンとつけてですね、うん、さてどこでやってるのかなと思って確かあの全試合は地上波がもうお金が払えなくて放送権を確保できなかったけれども日本の試合はさすがにえどっかの局でやってるはずだとえでまあ全試合を見たいんだったらアベマで見られるとでうちのテレビはアベマが見られるように窃盗されてますからまあアベマで見てもいいかなと思いながら。 でもやっぱり地上波の方がなんかリモコンの扱いが簡単かなと思って <laughs> これでチャンネルをこうざっとザッピングしていったらちょうど10時で,で NHK で中継が始まったんですよ。はい、ほんで見始めました 見てて私あの、基本的にサッカーよく分からないです前もここの番組でお話し,したことがありますが、<laughs> 私にとってサッカーの印象というのは、はい、なんと寒いスポーツかと、<laughs> なんと寒いスポーツ <laughs> そうなんか冬場になると、中学校の時ですねサッカーに熱心な先生が、えー、もう毎回毎回サッカーなんですよ、毎回毎回サッカーなんだけど、ボールに触れるのはサッカー部の連中ばっかりで、ですね <laughs> <laughs> 私あの、門外観のようなタイプは、えー、でも、試合には出ないと、体育のの、ね、授業になりませんから、ら試合へ出てるわけです けど、なんかあの当時はバックスっ釣ったんですけどね。今はバックスって言わなくなりましたけどね。ディフェンダーとか言いますよね。あの当時はバックスでまああのやる気のないやつはバックスでとりあえず立っとけって言われるわけですよ。一緒ですよ、僕もそうです。こっちの試合にですね、あの上手い選手がいて向こうを押し込んでいくと、バックスなんか絶対ボールなんか回ってこないわけですよ。ね、であの今まああのサッカーの試合見てるといわゆるバックスも前の方に行ってボール蹴ったりなんかするじゃないですか。あの当時のバックスは決められた。 ポジションにずっと立ってるって言われたんでバックスでずっと立ってるわけですよです、ね、ボールなんかキアしねえがなこれ、はい、まった冬の寒い時だわ足<れ>、ね、<laughs> 元からジンジン冷えてきてたななんとサッカーというのは寒いスポーツかと。<laughs> たまたま攻められた時にまねこのバックスの間抜かれたりなんかすると何やってんだとか言われて何何やってんだも僕なんかね体育何といっても2ですから体育2ですよ、5段階だからもうディフェンダーの常連だったんですけど下手くそだから当然ながらうまいやつが攻めてきたら抜かれるじゃないですか抜かれたら抜かれたで怒られるってですね僕はサッカー大嫌いになりましたからね。それでだろううってい なんかなんかずるっこいよねだってさ向こうからボールが来てるのにさ近づいてきたやつがさ後ろ向きにボール蹴ったりなんかしてさお前それ反則じゃないか後ろ来たらダメだろみたいなワールドカップの翌日にねこんな話してる番組ってねあんまないですよ日本勝ったんですよドイツにその上さその上さオフサイドなんかいまだに分かんないよオフサイドオフサイドなんか今回はなんか AI でオフサイド判定してるらしいじゃないそうらしいですねお AI でオフサイド判定してるから すごく正確に出てますとかなんか言うんだけどさ、えー、そもそもオフサイドを理解してないのに、えー、そんなこと言われたって <laughs> <laughs> もう理解をはるかに超えてるわけでまあそんな状況の中で、えー、そんな状況の中で私は昨日でもやっぱりこういう国民,国民的行事は、はい、ねやっぱり国民的行事はこんな仕事をしてる以上当然明日の話題にもなるだろうし。 見とかなきゃいけないというんでですねビールの缶を線をポンと抜いてですねビール飲みながら見てたんですよそしたらですね向こうはなんか白いユニフォームみたいなやつ着てるじゃないですかずっとボールは白いユニフォームの方が回してるわけですよドイツがね日本の青いユニフォームの人はほとんどボールも触れないで私の中学校時代のサッカーみたいなことになってるわけですよ。さんんそれは日本 選手ボールも触ってねえじゃんと<の>。<laughs> で挙句の果てにだよ、はい、なんかあの向こうの選手に後ろから追いすがってあれどう考えたってわざとじゃないからあれ PK じゃねえだろうとこう思ったんだけどでもまあ審判が PK だと言い張るわけですよほいでその時にねその時にうわ日本のゴールキーパーって背高いなと思ってドイツ人って大体背高いはずなのにそのドイツ人よりも日本人の背高いですからこのゴールキーパー背の高いやつがやってんだなとかそういうレベルだからほら背の高いやつが日本側のゴールキーパーにいるんだな で後ろからなんか足引っ掛けたようにスローモーションかけると見えるんだけどあれは一生懸命防いでるだけの話でわざとでもないのにそれで PK はずるいだろうと思うんだけどここれでで向こうが PK になっって1点入ったわけですよ、えーね、それですっかり見る気をなくしてですねほうほう <laughs> すっかり見る気をなくしてあこれはだめだとだいたいボール触ってないんだからこんなもん勝てるはずがないとあやめだやめだって言って。 えー、そこで見るのをやめて部屋に上がってで私ちょっと事情があって今すっごい忙しいんですよほうほうですっごい忙しいもんだから部屋に上がってすることがあったんで一生懸命やらなきゃいけなくてですね、うん、まあ別にあのここで宣伝するわけじゃありませんけれどもキンキン今新しい本を出そうって話になってですね、まあ、ゲラチェックにかかってるわけですよ、まあ、そのゲラチェックもですね出版社が無理を言って3日以内にチェックしろとか言うわけですけど <laughs> 私今週末のスケジュールを考えると昨日の夜これをやっちまわないとですね<ー>時間が取れないと。そうかそう 非常に時間がタイトルの中で,で,でまああのワールドカップの日本とドイツの試合を見てハーフまで見たんだけれどもこれはもうは話にならないと勝負にならんわとで諦めてうんあの仕事をしてたらですよなんかあの廊下の下の方でですねすごい大歓声が上がってなんだと思ったらサッカー好きのうちの長男がですね家の中で狂喜乱暴してるわけですよ何やってんだこいつと思ったらどうやら勝ったらしいうっそー うそ <laughs>、あの前半見てたら勝てるとは決して思えなかったのに、<laughs> はね、あれで勝つか普通。<ー>相手全員何？途中でドイツの選手はいなくなったの？いや <laughs> いや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 。また怒られます。<laughs> <laughs> また怒られます。<laughs> <laughs> ということでだな今日になったらなんかすいないけど朝からワイドショーさ昨日までなんか統一教会だのねなんかあの金銭政治家の金銭スキャンダルだのいろんなことをやってたところがだよ朝から晩までまあサッカーだわが。まあ朝から晩までってまだ晩になってないけどさあ、サッカーだわすごい納得できなくてさこの手のひら返し感みたいなものそういうものですよね。 だ大体俺は見てねえしそれ志保 <laughs> さんと同じような感じで「いや俺が見れなかったから買ったんだよ」って人がね今日はきっといっぱいいますよ <laughs> お父さん方いや <laughs> 俺が見てなかったから買ったとは言わないよ <laughs> <laughs> 慰めたのに言わないけどさまさかその、うん、スポーツが全然できない井田君、はい、中学校の体育の成績が2だった井田くん <laughs>、ま、さか君は見たわけじゃないだろうね <laughs> いやこれはだから僕もあの前半で寝ようかと思っていたらですねまごまごしてる間に後半が始まって<お>っあれ後半になったら結構押してるじゃんと思ったんで、うん、そのままずるずる見ていたらですねいや30分のゴールと38分のゴール

チラチラちら見る感じでいたんですけど、はあ、やっぱ後半からね、あのドアン。ドアン、ね。どう、あがんねんし。当店ゴールを決めたドアン選手。うもう、そこからは。はい、もう、手に汗握る、<う>クッション握って、<ー>ソファーで。 見ましたよ。おいしく。全然わかんないくせに、何言ってんだよ、本当に。点がないってとか、わかりやすいじゃないですか。そう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 。うん、そうですか。なんか、一方的に俺割り食ったような感じがしてさ。今日なんか、今日なんか面白くないんだよね。なんかちょっと、不適され気味じゃないですか。そんなことないんだけどさ。なんだろうね、これ。おかしいな。国民的行事に、一体感になれ、一体感を感じられないと寂しいね。いやいやいや、ま ほらほら、初戦だそ<う>っいうことでね。これからあります。なんつっって、スペインは七対零でコスタリカに勝っちゃってますから。うん、ああ、なんかあの,ーううのね、スペインって強いらしいね。強い,強いらしいっすね。<laughs> <前>いや、それを言ったら、ドイツだって強いらしいんですよ。<laughs> ああそう。ええ私もよく知らないです。そうですか。スペインってなんかほらあのなんなんだっけバルセロナとかあるとこ。ああまああの国内リーグだとそうですね。バルセロナとかはい。レアルマドリードとかレアルマドリードとかバルセロナとかの選手が出てきてるわけ。まあそういう人たちもいたりはするけど。これもうスポーツわかんない飯田君に聞いた俺があるもうふわふわしてますね今日のこのオープニングトーク。もういいから言ってくれも。き言ってくれ もふわふわしながら12分じゃったからね、じゃ株と為替で東京株式市場、日経平均株価、大幅続伸でありました昨日と比べ、あ昨日じゃないですね、おとといと比べになりますね、<う>えー、祝日誘いますんで、えー、267円35銭高い2万8383円9銭で取引を終えております。 あの今月の頭に行われた FRB= アメリカ連邦準備制度理事会アメリカの中央銀行にあたるところの議事録が公表されまして、えー、利上げのペースが鈍るんじゃないかという見方で、えー、前の日のアメリカの株が上がったその流れを東京も引き継ぎまして上げ幅1一時300円を超えて2か月ぶりに2万8500円台をつける場面もあったということです。で為替は1ドル円円ちょうど付近でののの取引、えー、昨日のこの時間とと比べますと2円4 銭ほどの円高となっております朝からね私あの海外に行くもんですから<ろ>ちょっとあの円高にしないとまずいよなと思ってちょっと円高にしてみました <laughs> おっとさすがですね、まあ、辛抱介入が入りましたか <laughs> うーん,うーん で昨日前半しか見らなかったんだよあ、そういうことかなり悔やんでますねさっき言ってください今日ズーそこまで言うかこの後は平君今日任せたからねいやまたまた何言ってんですかサッカーの話題はしないから岸田総理岸田総理。なんかあの領収書白紙だったじゃないやっにりしっかりと確認をしそして ししっかりと対応していくことを検討いいたしますいやいやいやだったらさ<い>今までの人だってこれからしっかり対応するって言ったら許されたわけなんで総理だけしっかり対応するって許されちゃうわけまさに、えー、それに関してもしっかりと説明する責任があると <laughs> 私も痛感しておるところでございますまあこの番組で私申し上げたけれども,、はい、も過去あの過去まあしかし秋口に内閣改造で大臣とっかえたばっかりで、うん、大臣とっかえた瞬間に次々3人もクビン なっっちゃってたよ<ー>まあ必ずしもマスコミが騒いでるように、はい、この大臣首取った方がいいんじゃないっていう人たちばっかりではなかった布をつけて普通回るよね、はい、だってその程度で大臣首なんだったらあんたもそれあの領収書70何枚白紙だったら首なんじゃねえかって思われても仕方がないよなこれは、うんうん。整合性の部分で言うと総理 <laughs> どうなんだよその辺りは。 まさにしっかりと対応していくということに尽きると、これに関しては、えー、振り出した方々からの申し出があれば、逐次、こちらで金額等を書き込むことが許されているということでありますので、法に則っ,って,ってあ,あ,、ね、あれだけ、あのー、検討ばっかりだから、検討し検討しって言われても、飯田君のこのものまねでも、あの検討が対応されて、うん、もうそろそろ本人、検討言わなくなってきたなと思っていたら、はい、今回のケースで、また検討言ってたから。<laughs> 何も考えてないのか、この人はよっ,のっよ,、ね、よっぽど口癖なのか、どっちかだよね。口癖なのか。今、まだ検討するかっていう。え <laughs> <laughs> 石橋を叩いて渡るわけであります。はいはい、先言ってください。このくらいでね。はい <laughs>、はいえー。この後はズームフラッシュを送りいたします。で、四時台はですね、旧統一教会をめぐる救済法案。で、五時台は、二次院のデジタル園実証実験へというニュースにズームしていく予定です。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。 メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムそれから番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで五時二十六分頃ズームをミュージックリクエストのお題どうしましょう辛坊さん、えー、サッカーワールドカップドイツに日本が勝った時に聞きたい曲 サッカーワールドカップでだから、まあ、昨日の試合を見て聞きたい曲。昨日の試合を見た時に聞きたい曲ですね、まああの。見逃した時に聞きたい曲でもよかったんだけどまあまあ成功法にします成功法ね。<laughs> はいはい、じゃあ昨日見てね勝ったっていう時に聞きたい曲これいっぱいありそうですがズーム「#1242 <laughs>」12 .com でお待ちしております。 大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですサッカーワールドカップカタール大会グループ E 組の日本は昨日一次リーグの初戦でドイツと対戦し2対1で逆転勝ちしました 放送していた NHK の平均世帯視聴率は35.3%平均個人視聴率は22.1%でしたまたインターネット中継のアベマは昨日一日の視聴者数が1000万を突破し開局史上最高数値を記録しました岸田総理大臣は今日午前内閣改造を行う検討に入ったとの一部報道について 今は様々な政治課題に専念していかなければならない、内閣改造などについては全く考えていないと否定しました。イギリス国防省は、ロシアがウクライナへの攻撃に使うイラン製のドローンをほぼ使い切ったとみられるとする分析を公表しました。台湾で4年に1度の統一地方選挙が今月26日に行われます。 再来年の総統選挙の前哨戦とも位置づけられ結果が与野党の候補者選びに影響を与える可能性があります AP 通信はポーランドにロシアのミサイルが着弾したと報じた記事に関与した安全保障担当の記者を解雇したと公表しました AP 通信は今月15日匿名のアメリカ情報機関高官の話としてこのニュースの速報を伝えていました 読売新聞によりますと、東京都は都心と臨海部を結ぶ地下鉄新線の事業化に着手します。始発は東京駅とし、銀座や築地、豊洲などを経由して、有明まで全7駅を新設します。開業は2040年代前半の見通しです。電化されていない路線を走るディーゼル機動車、 キハ五十八系の最後の現役車両が今月二十七日。老朽化のため、千葉県のいすみ鉄道で定期運行を終えます。引退を惜しむ声が上がる中、いすみ鉄道では。クラウドファンディングで車両の保存費用を募っています。相変わらず木曜日は飯田君の忖度が目に余るかもしれな何を言ってるの、なんとかこのキハ五十八って。 キハ58ですかもうねこの日本の高度経済成長期の鉄道を支えたと言っても過言ではない、えー、全国のですね、えー、蒸気機関車からこの無煙化というですね、えー、一大事業を成し遂げたその中核となった車両でありまして、えー、無煙化っって何、えー、無煙化ちいうのはですねもともと SL が煙をもくもくさせて走ってたのがやっぱりこうね、えー、周りの環境よりも悪いということであまりこう煙を出さないような、えーえー、電車だったりとかあるいはディーゼル車を。ディーゼル車だってなんかあのすげえ排気が ガス出るじゃんいやいやそうは言ってもあの石炭もしたよりはまあまあねあの当時は良いねえねえこのキハっていうののキはなんだっけ木、はい、は機動車のキですね機動車って何自分で動けるってことそうですそうですあのー、まあエンジンがついてそれで動いてるよっていうキハの歯は歯はですねイロハの歯でこれはもともと三等車って意味ですが普通車ってことですねえちなみにあのグリーン車は黄色になります だけどディーゼル機動車要するにそれディーゼルエンジンが積んであるだけじゃなくて人も乗れるってことねもちろんもちろんこれは機関車じゃないってことね機関車じゃないですはい機関車の場合は D とかですね D がつきますね DD とか DE とかねああそうなんだそうなんですよ DD51 なんつってねごめんなさいじゃあ今「キハ」は「イロハ」の「ハ」って言ったじゃないじゃロののーーガグリン車 グリーン車ですねね、はい、じゃあはいいは何いいは、ねまあ、昔はあったんですけど、一等車、まあ、今はもうほとんどないです、昔かつてはそのお召し列車とかに使われるような客車がい、いというものをつけてたんですが、<ー>基本的にその,あの一等、二等っていうのがねあの、昔はありましたし、今もヨーロッパなんかだといっぱいあるんですけど、これはね、58と、実はあの兄弟車で28っていうのもあるんですけど、これはあの<う>番号をですね、あのまあ、50番台からずっとこうつけていって、 であの当時、1961年にこれ最初にデビューしてるんですけれども、えー、順番で58っていうのをつけたという、58番と。ということは、この基本58っていうのの一番列車みたいなやつは、1961年に就航し,してるってこと、はい、そういうことになります、はい 61年,61年って、わずか61年前じゃんそうです昭和36年、三六棟というですね36年10月の1日、大ダイヤ改正があって、そこで華々しくデビューした車両の一つでありま,ます、ね、今、原発60年以上さ稼働させようみたいなことを言ってるわけで、はいはい、61年ぐらいの機関車だったら、じゃあ、普通に使えるんじゃないの いやーまあ確かにね使えるっちゃ使えるんですけどやっぱこれだけこう古くなってくると部品がなかなかないんですよね、なのであの例えばどっか故障しちゃったりとかいう時になかなかメンテナンスがしづらくなってくると。 いうところがあったりとかね、やっぱりな、六十過ぎるとな、はいね、あちこち痛むわ。<laughs> やっぱり、そう、がたきますか、く<も><れ>るね,ね<ー>、本当に膝とか痛くなっちゃってね。そうだ、同じようなもんなんですよ、やっぱりそれこれ、あの、いすみ鉄道ってどこに走ってるの?はい。いすみ鉄道はですね、あの、房総半島で走っております。 綺麗ですよね。<ー>あ,のあの春はね、菜の花が綺、ね、麗な。うん、え、昔からいすみ鉄道ってあるの。そうです。もちろん昔からあります。いす鉄道。え、これって旧国鉄の車両なのに、どうしてそのいすみ鉄道ってとか走ってるの。あの、まあ、国鉄、そして JR でもずっと使ってたんですけど、結局も引退しちゃって。えー、そこからは、ただ、あのいすみ鉄道は。 おここ、外干せの大原っていうところとですね上総長野ってところを結んでるんですが、まあ、なんというか、あのー、中古の車両でもまだまだ使えるものを持ってきて使おうよっていう形をクラウドファウンディングで車両の保存費用を募っていますということなんだけど、はい、大体いくらぐらい集めてどこに展示しようっての、えー、展示するのは今どこでって言ってたかな、これ、まあ、まあいいや、まあいいからさ、飯田君、<laughs> なんですかそれちょっと買ってみよう。 いやまたまたたた変えませんよさすがにそうかえそうかじゃないですよいやいいだくなら変えナス貯めて買ってみてくださいいやじゃボーナスいっぱい外してくださいね時間ですズームグラシスでした十一月二十四日木曜日時刻は午後四時三分を回っています大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと 飯田浩司の三人でお送りしております。はい、ズームそこまで言うか、ご意見いただいておりますのでね、ご,ご紹介します、えー。練馬区にお住まいの五十三歳の保育士さん、女性の方です。キア山ママさんはい、はい。ほうほう。辛坊さんのふてた態度や、どんだけ <laughs> サッカーに興味がない感じがむしろ好きです。<laughs> あ,あ。で、ね、で、この方、女性の方なんですが、私は大学でサッカーをプレーして。ほうほう。ね、昔、サッカー関連の仕事に就いていたので。 オフサイドを知らない辛ん坊さんが愛おしく感じます,すにわかファンの会話でここまで盛り上がるとはサッカーの魅力を再認識しました <laughs>、うんまあ、んとても逆説的ではありますがえ、まあ、ありがとうございますえあのお便りいただいて本当に感謝しておりますがでもね私ね今日になったから,ほら朝から晩までワイドショーで得点シーンあるじゃないですかでもねあれ見ててつくづく思いましたけどねあの日本がワールドカップに出だした頃の日本って 点入れても大体いわゆるセットプレーってやつからじゃないですかねコーナーキックとかねあのそういうみんながもうここに座って座ったら逆感ここにみんなで並んでとかここから蹴ってみたいないわゆるセットプレーからしか得点が入んなかった時代が結構あったはずなんだけど昨日見たら後半の二点って綺麗なシュートで綺麗なホールだね朝野選手のあれね 素人目にも見事だって,そうだってそう素人目に見事ですよ、ね、だってあんな隙間みたいなところにさ普通弾飛んでかねえべ。ね <laughs> ね あれ多分ね飯田くんがね、ええ、多分1万回蹴っても無理だねあれそれはそうですよもう <laughs> 無理無理いや間違いなく100万回でも無理だな無理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 。<laughs> どっか別のとこ飛んでっちゃいますよ急にボールが来たんだっつってね <laughs> <laughs> きっと俺のとこにボールが来た俺のとこにボール回すやつが悪いって俺大体あの中学校の時はそう言ってたんだよ <laughs>、えー、同じ同じ <laughs> 俺のところにボール持ってくるんだと昔から変わらない <laughs> 俺はここに立ってろって言われたから立ってただけなんだと <laughs> <laughs> 俺は悪くないんだ <laughs> そう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  そこにボールをよこすだと野球でもそうだよ <laughs> 野球でもさ一応俺野球できないからさ、はい、基本やらないんだけど <laughs> 番組出演者だってやらざるを得ないじゃないですか <laughs>、まあ、あの人まあいろんな人が配慮してくれて大体いい野球下手な人はライパチって言ってライトでで番なんですよ、はい、プロはね結構ライトの方にも球は飛んでくるけれども、ええ、素人の野球で右打ちだと、まあ、基本なかなかねライトの方へ球は飛んでこないんですよ。 で基本、俺は宣言してたね、はい、とにかくな、ライトには絶対球は打たすなと <laughs> で、ライトに飛んできた球は、セカンドが取れと、後ろまで走ってこいって <laughs> ううう <laughs> そういうことで、基本はあの立ってるだけという。<laughs> <laughs> ことにしてるんですけどそれでもどうしたって飛んでくることがあるんですねあれがそういう時は大体ですねぼーっとしてるとですね球コロコロ転がっていくわけですよそうですねあれはなかなかねまあサッカーとどっちが辛いかっていうと似たようなもんだけどねどっちも同じような展開ですよねどっちも白い目で見られるんですよねこれね。いやいやそれでもねサッカー今はだけどね仕事ですからサッカーで喋れと言われるわね いくらでも喋っちゃうよ、もう何だったら4時代の解説コーナー、サッカーに切り替えたっていいぐらいだから、本当ですか試しにやってみる<笑><笑>ツイッターで犬黒さんという方が、サッカーの苦い思いでうなずけてしまう悲しさと、やっぱりね、そうでしょう、っね、うだってね、視聴率すごいすごいって言ってるけれども、えー、何に、あのうの NHK の世帯視聴率、平均で35.3%。はいはい まあ確かに最近35%なんて視聴率はね「紅白歌合戦」でもなかなかないかもしれないよ「紅白歌合戦」とか昔はだいたい視聴率80%とか「ファイティング原田」のボクシングの試合とかやっぱりそのぐらいあった時代がまあ他に娯楽もなかったしねえそういうことなんだけどだからねこれ昨日アベ e でインターネット中継やっていてそれとは別に NHK の地上波で35.3%平均で見てたっていうのは。 すごいことなんだけれどもでも言っても35.3%で最近入りの個人視聴率で22.1%だからいやいや日本国民のえそうだな3世帯に2世帯ぐらいは見てないわけだし日本国民の7割以上は見てないわけだからそれ全部が全部サッカーファンってわけでもないだろうそそれはうなんですけどでもねサッカー分かりやすいのはねあのー あの昨日の前半だったらさ、うん、画面上右から左に行ってるじゃない右から左に攻めますね,ね後半は左から右に攻めるじゃない、はい、日本側が、うん、あれはまだ分かりやすいんだよなんかねスポーツによったらどっちが攻めてんだとかよく分かんないやつあるんだよねいま<ー>だに俺アメフトとかよく分かんなくてさ<ー>なんで止まってんのここ <laughs> なんでなんで なんで止まってんの?。なんかアメフトっていちいちプレー止まるじゃない?。いちいちプレーが止まる。制限時間がね。うん、<laughs> そう、サッカーみたいになんかずっと走ってるとかじゃないし。なんか不思議だな、このこのゲームはみたいな。 そういうのたくさんありますけどねしばさんなんかいろんなスポーツファンを敵に回し続けてる感じがありますけどフェンシングなんかもう最悪だよねフェンシングいや素早すぎてねあんななりたいさ勝ってんだか負けてんだかそっぱりわかんないよねどっちがどうこうねあのついたんだかわかんないとあれはね棒が外して真剣でやるべきだよいやいやまたまたそしたらほらすごいはっきりするじゃんまあルーツはそれだけどさ人権あんなの棒 フしてさなんかあのつっついたら電気がつくみたいなやつさわかんねえじゃんあれいやいやいやあれがでも見慣れてくるとわかるようになるんでしょうね そうなのそれを言ったら卓球なんかもそうですけど速すぎてかんねみたいな卓球そうですね卓球の球って見えないよねどっちもガッツポーズしたりなんかしてどっちだっていうねやめようこういうなんか気持ち的情けなくなってきちゃいますよまさかさ一応公共の電波でさ昨日あれだけ国民的行事で盛り上がってさそれ翌日にこんなこと言ってる番組は他にないと思うよ。本当ですね メールご紹介しづらくなっちゃいましたが千葉県カトリシのタップさんはですね、はい、す以前日本代表メンバー選出の日にズームでケムヤマアナウンサーが解説したのを思い出しました<ー>、ね、ケムヤマさん今日のど今のドイツは代表メンバーの世代交代の時期なので圧倒的に強いドイツとは異なるかもと話していたんですよね森安監督の采配も良かったんですがこういう背景があったのかもしれないですよね<ー>次のコスタリカ戦も楽しみですというあのこうやってねあの きちんと分析してちゃんとラジオ好きになって、覚えててくださって、試合をね見る方もいらっしゃる、そうそうだ、だいたいあのー、<laughs> まあ基本的に平均的リスナーさんの方がこの分野に関して、はいえー、我々よりも知識がたくさんあるわけだから、はい、ね、うん、俺らが解説をするなんていうこと自体がね、はい、やっぱりあのおこがましいんだよ、おこがましいまね,ねそういうことだな、うん、<laughs> 気づきましたか、か <laughs> これ気づくまでにこの番組41分今かかりましたよ。<laughs> Oh、<laughs> いや <laughs> リクエストがあれば何だったらこの4時台のコーナーはサッカーの解説に費やすけどね。<laughs> 希望あるかどうかね、えー、鉄道でもいいですよ <laughs> いや私はどちらも結構ですけどそれじゃあ私ね <laughs> 戦闘機 <laughs> <笑><笑>ただのオタク番組になりつつあります <laughs> ラジオの前のねあなたからのねご意見だけが頼りですので <laughs> メールは ZOOM ZOOM 1242.com <laughs> ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日の大喜利リクエストをズームオンミュージックリクエストはお題が 昨日の試合を見て聞きたい曲ですね。こちらもお待ちしております。さあ、この後は旧統一協会をめぐる救済法案にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。救済新法をめぐり、与党が修正案を提示。 世界平和統一家庭連合旧統一教会の被害者救済のための新法をめぐって与党側は今日寄付の禁止行為を拡大するなどの修正案を野党側に提示しました政府は今月18日に示した概要では借金や家を売ってまで寄付させることを禁じるなどとしていましたが野党側は果樹園などを売った人は救われないなどとして見直しを求めていました え今回与党側は生活維持に必要な事業用資産なども禁止の対象に含める考えを示しましたただ野党側はマインドコントロール下にあり自ら進んで寄付した人を救う法案になっていないとしてさらなる修正を求めておりますだんだんあの、はい、与党も野党も、えー、泥沼のところに入ってきてるようなっていう印象を私は強く持ちますねうようやくここへ来て、はい え週刊誌が宣伝を告げる形でえやっぱ今回問題になっている世界平和統一家庭連合まあいわゆる旧統一教会がやっていたようなことと似たようなことってやっぱ他の教団でもあるんじゃないのかというようなことがだいぶ言われ始めてそんな中でテレビは絶対に踏み込まない。 他の教団について今週あたりの週刊誌がかなり積極的に書き始めてきているということになると。はい まあ連立与党としてはえこれももうあの皆さんご承知の通り連立与党は自民党と公明党で公明党というあの政党の背後には創価学会という大きな宗教団体があるというのはみんな知ってるわけで,で別に創価学会に限らずそのほかの自民党を応援している宗教団体というのもこれも伝統的に伝統的なんだけど伝統仏教ではなくていわゆる信仰宗教系の 教団というふうにジャンル分けされるところに自民党も長年支援を受けているというような背景があると。 こあの教,教団に対してこの何,何かやっぱりあの被害者救済をするとか締め付けるとかっていうあのそうすべきだという世論が高まってるからやっぱりそっちをやらざるを得ないんだけれども、うん、旧統一教会だけを名指しして法律というのはできないからだから要件というね法律を適用するためには要件、はい、適用要件こういう、うん、あのことがあった場合にはこうしますよこういうことはだめですよということになるとどうしても法案というのは一般化せざるを 得ないと、えー、一般化すればするほどいわゆる旧統一教会以外の教団も、はいえー、網の中に入ってくる可能性があるよねと、うん、当然のことながら、えー、みんな警戒し始めると。うん、でテレビは、まあ、あの伝統的に、えー、あのできるだけ批判を受けない方向性で。<laughs> できるだけ視聴者的に回さないところで今一番いいのは統一教会だけに限定して話をしてると、えー、楽なのでそこしか行かないけれども、うん、そのテレビを見てる人たちも多くの人たちはでもさ今問題になってるのは統一教会なんだけれども、うん、この宗教2世の問題なんかで自分が生きてきた自分の体験であるとか自分の周りの人間の体験なんかを考えた時に似たようなことは他の教団でもあるよね。そそうするとその,他の 教団でやっぱり人生でひどい目に遭っちゃってる人とか、はいね、あの非常に過剰な勧誘活動の被害を受けた人とかうそういう人たちはあれこれやっぱり。 そういうのってやっぱり全部問題なんでみんなこれ制限した方が網にかけた方がいいんじゃないとこうみんな気がつき始めると、えー、でやっぱり政府としてはそれが怖いからもう, <laughs> もう狭く狭くもう旧統一教会だけに当てはまるような法律を作りたいんだけど、はい、現実にはそんなことは不可能なわけで今、どういう方向性になっているかというと政府が出してきている案というのが寄付については規制しましょうと。うんうん、でどういういに寄付規制 かというと、あのお金借りてまで寄付するとか。それから自分が住んでる建物なんかを処分して寄付することをそういうことをしろって要求することを禁止しましょうと、うん、ね,ね。例えばこういう話ですよ。はい、あの、うん、借り入れまでして寄付しろって言うなよ。とか、はい、自分が住んでる建物を処分してまで寄付す要求するな。よってそれはダメだぞ。ってこういう規制の法律を作ろうとするで、野党は何て言ってるかというといや。それじゃと不十分だと。 さっきあの原稿にもありましたが果樹園売った人は救われないっていうね、はい、あの自宅は多分規制の対象だけど果樹園は、はいえー、どうなんだと果樹園も微妙なとこですねそれ,があのそれが商売でそれを売っちゃうと。はい 生活できなくなっちゃうというのはケースにおいては規制対象なんだろうと思いますがそうでない果樹園はどうなんだということで言うとえまああの野党などは居住不動産に規制の対象を制限すべきではないとこう主張するわけだけどそうやって対象を広げていった時にいやでもさ宗教にはまってる人ってそういうのをえ提供することによって魂の平安とか 得ていいるる人たちもいるわけでそうするとこれやると宗教活動を禁止していることに方向性としてはなりかねないし自分の持ち物を、ね、それがあの自分の果樹園であろうと自分の持ち物を自分が信じるところに寄付するという行為を規制するということになるとこれ財産権の侵害。 とということに当然なるわけで憲法上の権利とのバッティングということになっちゃうそうすると野党や、まあ、あのテレビよく出てくる弁護士なんかはできるだけあの厳しく厳しくもう統一教会の活動ができないようにあの制限すべきだって言うんだけどそうすると同じような似たようなことをやってる他の教団も全部網に入っちゃうよねと。 そこまで広げることが果たして適正なのかというところででも、毎日ワイドショーを見ている人たちの世論は当然それはすべきだとこういうふうになってくるわけだけれども与党としてはそれは現行憲法上できないし現行のまあ与党の成立,状態成立状況を見るとなかなかできないしという狭間で、であの世論というのはあの移ろいやすいですから。 えー、今日なんかもう一切そっちの方向に行かずに、<laughs> ね、サッカーみたいなことになっちゃうと、はい、これ、どうするつもりなんだろうね、与党としてはね、政府としては。とりあえず今、もう質問権というのは発動しました、はい、この質問権というのは、えー、その宗教法人が宗教法人法に基づいて適切に運用されてるかどうか、えー、帳簿出しなさいよみたいなことで質問すると、この質問権は行使したんだけども、このあとどういう展開をたどるかというと、はい えー、旧統一教会側は、まあ、質問権を無視しても、えーまあ、あの罰則って10万円以下の過料ぐらいしかないんだけど、さすがにまあ世論を敵に回すことになるんで、うん、おそらく期日までに旧統一教会は、えー、質問書に対する回答書を上げてくるだろうと思いますが、はい、その回答書を見た段階で、うん まず第一段階の関門として政府はその回答が不服だ不満だっていうか不十分だとかやっぱり違法の色彩が強いということでもう一遍ぺん質問を出すってこともありうるんだろうと思いますがそういう過程を経た上で裁判所に旧統一教会という組織は解散しろという。 申請を出すのかどうなのかと、はい、で出した、私は今の流れで言うと、今のポピュリズム、岸田政権ってものすごいポピュリズムの色彩が強いですから、今回、質問権を駆動まああの使用した段階で、おそらくどんな質問が返ってきても、裁判所に解散の請求申請まではするだろうということを織り込み済みで、今、プロセスは進んでるはずなんだけど、出したところ、しかし、裁判所が、 客観的な事実に基づいて、はい、ここの教団だけをこういうあの証拠で解散させることが果たして適切かどうかっていうと、うん、まあ裁判官の腹一つっちゃ腹一つなんだけれども、上級審まで争っていったときに、必ずしも世論がみんな思ってるほど、簡単には裁判所は解散,、はい、解散させられないと思うんだよね、これ。 で仮に裁判所が解散をさせないということになると逆に統一教会旧統一教会という存在にまあいや公的権力がそうですねお墨付きを与えるということになりかねないとこれ世論と全く逆の方向に走っていってしまう可能性があるとじゃあもしこれ解散請求を認めたらどうなるかというと宗教法人として旧統一教会は解散させられるんだけども要するに。 うとだうん、宗教法人の特典って何かっていうと、まあ、唯一最大と言ってもいいでしょう唯一最大の特典は宗教活動に関して税金がかからないという、はいね、これだけですよ、うんまあ、だからそれが、まあ、宗教法人として認められる唯一最大の特典なんで、うん、これもしあの今言った 狭い道ですね、愛路を全部たどっていって、最終的に裁判所が解散命令を出したとしても、その後何があるかというと、教団は今まで通り活動はできますよと、なおかつ、まあ、だけども、今までは非課税だった宗教活動に関して税金が発生しますよという、こんだけ大騒ぎして、最終行き着くところはそこで。 でそのプロセスにおいて本来日本という国では想定していなかった宗教法人に対するいわゆる個人の財産に対するなどなど非常に厳しい法律がいくつか作られてという状況は飯田君どう考えてもさ、はいはい、この流れは。ええ あんまり誰も得しないんじゃないのって気がするんだけどなうんこれだから本当たどっていけばたどっていくほどなんですけど結局文科省にある宗務課ってところは何してたんだよ今までっていうねこれだってあの宗教法人法に基づく質問権も1995年には法律が改正されてすでに質問権はできていたんですがそこから20年余りにわたって何もしてこなかったじゃないかというようなところはまたあまりこう問題視されないようなところも。 ありでこれね裁判所に解散命令を請求してこれこれこういうことがありましたからっていうのは、まあ、ある意味検察官役をこれ文科省がやる形になると思うんですけれどもそうなるとその処方をためたってちゃんとやらなきゃいけないよねとかまあ時間ばっかりかかるしでこの先のことを考えるとそこの増強とかっていうのが本来はまた議論になら なってきてもいいんじゃないのかなって思う。もうだからね、完全にね、今、あのワイドショー政治なんですよ。はい、ワイドショーで盛り上がっていると、ワイドショーで主張しているのは方向性で何かをしようとするんだけど、いや、でもそれってあの憲法上問題でしょとかっていう、そういうなんか冷静なところで誰かが振り返るっていうことができなくなっちゃうんだよね、これね。まあ、私なんか、あの、基本的にあの宗教、そんなに関わっ、どこにも関わってないので <laughs>。 あのどうでもいいっちゃどうでもいいんだけどだけどこういうことで一つ一ついや日本の憲法上の枠組みでそれ,やそれは本来できないよねっていうようなことが一つ一つあのもう世論が盛り上がってるからやっちゃおうっていうのは過去いくつか似たようなケースがあるんだけど決して日本の将来にとってはプラスにならないんじゃないのっていう感じが私はねベースのラインとしてすごくするんですがさて飯田君。はい サッカーの話しよう,うーっと。<laughs> そんな時間合わせてちょっとサッカーの話。サッカーだよやっぱり今はな。サッカーですか。いやサッカーで言えばほれあの。知ってるか日本ってさてワールドカップ7回7大会連続の7回目出場なんだぞ。おお。 7大会連続7回目、うん、そ,うそれで、あのー、あの上位、今32チ,チームでリーグ戦やって、はい、4チームごとリーグ戦やって、はい、それぞれのリーグであの2チームずつ勝ち抜けじゃん、はい、そうすると8つのリーグだから2、28、16チーム出てくるじゃん、この16チームが出た段階でトーナメントになりますから、<laughs> はい、トーナメントっていうのは、1回試合やって1回、1回でも負けるとそれでさ終わり、ねはい、その16強という。やつつですねかつて何回 出場したことととがあるかというと日本は過去7回出場したうちの3回16強に残ってるんだけども3回のうちの1回は日韓共同開催の予選なしで16強っていうやつだったので実質勝ち抜いたのは2010年と2018年と2回でいずれも。 1>, えー、1回戦で初戦で敗退してるのでベスト8にはなれなかったんだけど今回だからまずその16チームの中に入れるのかということと、はいえー、それから、えー、そこで1回でも勝ってベスト8に以上にいけるのかという。うんあの えー、ここの解説は、えー、サッカーにほとんど縁がなくて、よく分かっていない方向けの解説です。はい、<laughs> まあ、でもね、そう,すそういう方もね、いらっしゃい、親切な。そういう人にと、ねうん、って、国民の三分の二ぐらいはそうじゃないか。そうですね。で、四チームで争ってますけど、そ,<う>その人。以外ね、うん、サッカーの分からない人向けの、サッカーの分からない人の解説もいる。だろう, <laughs> そうだまあまあ、いい、同じようなね、気持ちになれてね。いい思いますそう、往々にして、なんかね、あの、みんな、これは当然分かっているだろうということを前提にね。 あのニュースその他の解説者ってやってしまいがちなんだよそなそなね、本当の解説というのは分からない人間にしかできないんだよ。ですね, <laughs> ねあのズームは優しい番組ですのでね、この後も5時半までお付き合いください辛坊 <laughs> さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀のデジタル実実証実験へ 日銀がデジタル円の発行に向けメガバンクや地方銀行と実証実験を行う調整に入りました。来年の春から民間銀行などと協力して銀行口座での入出金といったやり取りに支障がないか検証します。災害時などを想定しインターネットのとインターネットの届かない環境でも稼働するか確かめ、2年間ほど実験を進め2026年にも発行の可否を判断します。 デジタル関係の話は、実は飯田君が非常に詳しいということが、はい、昨日特番をやっていたので、昨日なんか特番やってたよね、デジタル関係の。DX っていうね、デジタルトランスフォーメーションに。DX といえばね、われわれの世代はみんな、アルファベットで DX って書いてあると、デラックスって読むんですよ、これが。ですね、最近は DX と書いてあると、あれはデラックスって読んじゃいけないらしいですね。はい、デラックスと読んじゃいけない。デジタルトランスフォーメーションですか。はい 私は詳しくないんですよん特番やた詳しい方をお招きしてお話を伺うというのが趣旨ですから。そうですか デジタル通貨はもあの何,何年も前から全世界で話題になってまして、はい、今、お札とかコインとか我々は普通に使ってますけども、うん、もうお札とかコインとか使わない時代なんじゃないのということですで、えー、に相当昔から私なんかでもエディっていうやつは使ってますよね<ー>電子マネーというやつですね。はい、で最近はあの例の、えーうん 個人情報カードじゃねえやなんだっけ住基ネットじゃねえやマイナンバーだいいかげんな本当にマイナンバーカードあの取得すると <laughs>、えー、なんだかんだで二万円ぐらいくれるっていうんでね二、うん、万ポイントぐらいくれるっていうんであの私あのサルスーパーのチェーン店の <laughs>、えー、ポイントカードに仮面をしましてですね<ー>まああのもう小さな声でしか言いませんが。 ワオンみたいなやつですね。はい、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 はい。あそこのカードに <laughs> なるまでタッチしてくださいって、ね。え、そうそう。えー、で、あれ、まさに電子マネーというやつで。はい、ただ、あの種の電子マネーというのは、通常は、あのカード一枚で。 みたいな使いますけれども基本そのためにはえ1万円事前にチャージしておくとかでそれにまああの今チャージを重ねていくとですねえあのマイナポイントを手厚で2万ポイントえくれると2万円分上乗せされるとだからまあああいうことを何でやってるかというと基本的にはもう将来的にはあの全部電子マネーみたいなものに置き換えていて現金持ち運んだり現金で決済したりするのやめても給料も。 デジタルで電子マネーみたいなもんで払ってそれで電子マネーみたいなもんでお金を使い出すと国民ののお金の流れを完全にに政府が把握でできるるようになるわけです<ー>で今電子マネーというのはそのワオンにしてもエディにしてもこれはあの民間がやってるものでこれは基本的にそういう民間がやってる電子マネーにまあ日本円をこう紐付けてえチャージして使うわけですがこの今こう話題になってる日銀のデジタル円って何かっていうと早い話が、はい。 今、民間企業でやっている電子マネーみたいなものを国家レベルでやっちゃいましょうとうーん。うん そういうぐらいの理解で、多分今の段階ではいいと思います。というのは、細かくどうなるかっていうのは、まだ何も発表されてないんですよ、はい、なんとなく、今、もう電子マネーみたいなものが先行して、民間で行われてるけれども、将来的には、国民のお金の動きに関して言うと、もう本当に遠い将来では、お札なんかするのやめようと、もう全部電子マネーでいいんじゃないのと、給料も電子マネーで払うと、もうの世の中のお金の決済も全部電子マネーでやって、それでやった方が、 えー、まあなくす心配もあ、はい、だけど私はね、うん、ある時からその電子マネーをやめてしまったのはですね、うん、私エディのカードに電子マネー1万円とか2万円とかチャージしますよね、うん、必ずなくすんです、はい、どうやら最近の新しい電子マネーのシステムはカードをなくした瞬間に届けを出すと、えー、そのカードの中からだから基本的にあの 例えば一万円のカードの中に一万円チャージしていると、そのカードの中の一万円をこうどんどん減っていくという形になりますよね。で残り五千円残している段階でカードを失いましたっていうと、あの今までは。 その拾った人が5000円使えたりなんかするんだけども,もう落としたということが分かった瞬間にストップするとそのカードの中の5000円が使えなくなってまああの手続きを重ねていくと将来的には戻ってくるというだまあ考えてみりゃあの現金よりはずっと安全だという見方もありますた。だただし電子マネーですから ハッキングの可能性もありますしまあ冒頭お話ししたように政府がこれをやりたい意図としては国民のすべてのお金の出入りを基本これでえねえ管理ができるということになれば脱税もできないし税金の取りっぱぐれもないしでまああの国民にとっていい面で言うと何かの,あのまあ例えば今みたいに2万円くれますとかえ何かコロナの時に10万円ずつ配りますみたいな時に。 二重払いなしに瞬時に対象者にお金を渡すことができるし例えば所得制限つけましょうみたいな議論になった時にもその電子マネーに紐づ付けられている口座の出入りとか全部政府が把握していると所得の把握も簡単にできるし、はい、まあ福祉関係のこともそれで全部できるので将来的には全部これになればそういう時代が来れば。 みんな便利になるし、国家も国民を管理しやすいよね。で、国民もあのお財布落としてお金なくすみたいなこともなくて済むし。と どうなんだだだろろろううかかこここれはいいととななんだろうかうん悪まあそこから先ねお金の出入りだとかっていうことがすべてつまびらかになってくるとじゃあこの人は信用できるこの人は信用できないっていう信用スコアまでつけられちゃうっていうこれはあの中国が実は今やろうとしてることだったりしますかねもうすでにやってるって話もすでにねだからあの人によって信用度、えー、国家が国民全員の信用度の格付けを やってるんじゃないのか疑惑がもうすでに中国でもありますがまあこれはやろうと思ったらできなかないよねなんかこの人あの年収500万なのにものすごい使いすぎてんじゃないのみたいなことからねそれとなんか使ってるお金が変な方ばっかりだよとなんかあの鉄道関係の,あのフィギュアしかこの人買ってないじゃんみたいないやいやいやそんなことないですよ飛行機だってちゃんと買ってますから今なんかなんか,なんかなんかボソボソ手元に今音がしてるの何あれ <何>飛行機の何ですか。これね、あのー、ちょっとね。 えあるところから手に入れた今、私と飯田君は、東京、大阪をスカイプというパソコン画面でつながっているんですが、そのパソコン画面に向かって飯田君は何か紙包みを取り出して、紙包みの中から縦横25センチぐらい、厚さが5センチ程度のパッケージを取り出して、中に飛行機がありまして、飛行機のカラーリングからすると、おそらく東亜国内航空かなんか、あれはジャス,ジャスか何かではなかろうかと。ああ、ジャスに似てるんですけど、これね、ベトジェットっていうですねベトナムの。L なんでわざわざベトジェットの飛行機買うかな。いやこれね持ってなかったんですけど色がいいんですよこれ。なんでちょっとね。いやそのただの自慢。そうそれはいやだから絶倫フィアができじゃないですか。そうですね。そうそれをね将来的にはこれ電子マネーの時代になったら。飯田浩司という男はねあの大した給料ももらってないのに無駄遣いを余計どうするだ。こういうものたくさん買ってね。ええいうようなことまで把握される可能性がある。それはどうなんでしょうか。 ねえということで、具体的には何も出てませんけれども、今の電子マネーみたいな民間企業がやってるのを、国家レベルでやって、将来の国民のお,お金の出入りも含めて、全部、まあ、あの国家が管理できるようになっても、もうそうしたら紙幣の発行もしなくて済むからという、そういう方向性で今、動いてる第一歩が始まったよという、そういうニュースですね。うん、はい えー、サッカーはいいですか、サッカーは。もう、じゃ、聞こえて。次、日本対コスタリカは二十七日、日曜日です。<laughs> はい、夜七時から。はい、日本対スペインが十二月二日の金曜日です。うん、はい、全部勝てば、多分ベスト十六に進出です。<laughs> 全部勝てば。そうですね、そりゃそう。はい、<laughs> ズームオーでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのは、横浜市敦也さんからのリクエスト。朝野優子セクシーバスストップ、うん、朝野優子さんがトレンディー女優と呼ばれるよりも。 だいぶ前の、はい。<ー>で、浅野由子さんは実はですね、兵庫県の神戸出身なんですよ。<ー>それで、高校時代に陸上かなんかやっててですね、<ー>その当時一緒に陸上で戦っていたというですね。

はい明日朝6時から飯田康二の OK 康二アップコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんまあ政局いろいろ出てまいりました改造化年明け解散感などなどえそして康二エネルギーウィーク最終日明日は自動車評論家の国沢光弘さん登場電気自動車について考えますはいその後8時からも聞いてください春風定一之介さんとあなたと発表お送りします明日のテーマは我が家のニコニコな話教えてお待ちしておりますで来週月曜日のズームそこまで言うかゲスト 近畿大学准教授の岡本健司さん<え>ゾンビ学についてね、えー、お話をかめ、えー、ゾンビ学って何 <laughs> ゾンビ学まあ聞いてみればわかりますね <laughs> そうですそうで辛坊地蔵ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊地蔵と増と井田幸之でした来週もあるよ。<laughs>